ペガサスプラスイースポで群馬を元気に、メイン MC の松本明子です。さて昨日4月9日群馬ダイヤモンドペガサス2022シーズンが開幕しました。開幕戦の様子は来週たっぷりとお届けします。今週はペガサスロッカールームをお届けします。開幕に向けての思いなどお聞きください。それではペガサスプラスイースポで群馬を元気に、今日もスタートです。この番組はヤマダ電機、ホンダカーズ群馬の提供でお送りします。開幕を1週間後に控えた先週土曜日4月2日、群馬ダイヤモンドペガサス首脳陣、選手、フロントおよそ50人が高崎市赤坂にあります高崎神社で必勝祈願を行いました。昨シーズン3年ぶりのリーグ制覇を果たした群馬ダイヤモンドペガサス。今シーズンの BC リーグは8球団を北と南の2つの地区に分けて優勝を争います。ペガサスは北地区で、この他に福島、新潟、信濃が所属しています。チームスローガン、コンペティションセカンドステージ、さらに高みを目指してを掲げ、リーグ2連覇に向けて邁進します。次回ホームゲームは4月17日日曜日、伊勢崎市民球場で午後1時より、ホンダカーズ群馬スペシャルマッチとして福島レッドホープスを迎えての一戦です。この試合は YouTube での配信はございませんので、ぜひ球場に足を運んで応援をお願いいたします。今回来ていただきましたのは背番号17番荻野康弘投手です。よろしくお願いします。お願いします。ということで、荻野投手はこれ群馬ダイヤモンドペガサス、はい、独立リーグ何年目のシーズン？6年目ですね。6年目。はい、はあ、もういよいよこうチームの中ではもう中堅からベテランに入ろうかなっていう。そうですね、まあ年数的にも井ノ口さんの次に、はい、一番長いんで。じゃあ投手では一番、そうですね、年数的には一番長い、キャリアが長くなった、はい、そうです。という中で、まあ、今シーズンにかける意気込みなども伺っていきたいと思いますけども、はい、改めて5年目のシーズン、昨年はこのねリーグのチャンピオンにも輝きましたし、はい、その中でも、まあ、怪我からの復帰という部分で自分の中ではこういろんな収穫があったシーズンじゃないですか？そうですね、はい、まあその一昨年のシーズンはもう本当まだ肘が万全じゃなくて自分の思った通り投げれなかったんですけど、やっぱ去年はやっぱりスピードもそうですしコントロールも、はい、しっかりまとまってきて、はい、本当にまあ毎試合毎試合が投げるのが楽しくなったシーズンでしたね。投げるのが楽しくなった、この言葉がもう今までの苦労を物語ると思うんですけども、はい、改めてどこをどういう怪我だったのか聞かせてもらっていいですか？そうですね、肘の靭帯を損傷しまして、その肘を再建する手術、まあ、トミージョン手術を受けて、はい、そうですね、まあ、リハビリしてって感じですね、はい。それはどれぐらい投げられなかったんですか？そうですね、まあでも投げられなかった期間はまあ半年ぐらいで、まあ、そこから徐々に、まあ、全然力も入らなかったんですけど徐々に投げてってって感じですね。で、まあ、一昨年の、まあ、シーズン始め、まあ、コロナでシーズン始まるのが遅くなったんですけど、まあ、そのシーズン開幕からは、まあ、一応試合には投げれるような感じで、はい、復活はしましたね、はい。トミー・ジョン手術というのは手術が終わってから時間を減れば減るほどこのパフォーマンスが上がるって言われてますよね。そうですね、まあ、うん、リハビリ次第ではその、まあ、投げれなくなっちゃうピッチャーもいると思うんですけど、まあ、確率は多分高いですね。その元のピッチングよりスピードが伸びたりとかするのは確率は高いとは思います。はい、そのあたり昨シーズン投げていきながら、はい、この調子というのは上がってきたなという感覚はありました？そうですね、まあ、まあもちろんケアしながらになるんですけど、もう去年はまあ、スピード的にも150キロ
出すことできたんで、まあ、自分自身のマックスも更新できたんで、まあ、肘はだいぶいいなって思ってましたね、はい、うん。そんな中で荻野投手はよく5グラウンドであったら、はい、もう勝負をかけます、勝負をかけますってよくね、ここ数年は口にしてたじゃないですか。はい、その中で、まあ、もちろん夢はぶれてない。はい、そうですね。夢は。はい。プロ野球選手、うん、はい、NPB に行くことです。NPB に行くことというところで、これ6年目、今年24歳のシーズンになりますけれども、はい、その中で、早水選手が NPB ファイターズにドラフト指名された、はい、どういう心境でしたか？そうですね。まあ、自分の1年先輩で、まあ、早水さんも6年目で、まあ、ちょっと遅かったんですけど、まあ、まだ自分にも可能性はあるかなと、はい、思いました。じゃあ早水選手がやっぱドラフトで指名されたことは、はい、自分にとってはさらなる勇気になった？そうですね、はい、もう勇気にもなりましたし、やっぱ自分もそこに行かなきゃいけないなって、はい、思いました。どうですか、怪我をする前はかなりこうドラフト指名に近いそんなパフォーマンスが続いてました、はい、で怪我でこうちょっと遠回りしたところありますけれども、はい、今の自分と NPB の距離感以前と比べてどうですか？うん、そうですね、まあ手術する前よりかは、まあ、ちょっと上がったぐらいだとは思いますけど、はい、そうですね、まあでもまだ足りない部分もあると思うんで、はい、そこを補わないとって感じです、ね、そのちょっと以前よりはこう長距離が近くなったかなって感じる部分っていうのは具体的にどういうところですか？そうですね、まあやっぱり球のスピードもそうですし、自分的にもコントロールも結構、はい、今年、まあ、去年今年でちょっと自信がついてきているので、そうですね、まああとはその去年 BC リーグの選抜の方に選ばせていただいたりとか、その自分でも経験したことない、はい、道へも行けたんで、はい、そこがちょっと、まあ一歩近づけたかなっていう理由ですね。正直もう野球やめてしまおうかなって思ったことはあったでしょう？そうですね、もうやっぱり一番はやっぱり手術するときですよね、うん、まあ、急に投げれなくなって、まあ、どうなるんだろうっていうのはありましたね、うん、その時もう一度前を向けたっていうのはどういうきっかけでしたか？そうですね、まあ、やっぱり家族の応援もそうですし、まあその子供たちも、まあ、休みの日とかは自分の所属してた少年野球チームとかに行ってるんですけど、やっぱり子供たちにも結構やってる姿に、まあ、影響を受けて、まあ、自分ももう一回復活しようっていう気持ちにもなりましたね。じゃあこの6年今かかっていますけども、それでもやっぱりいろんな人の支えを感じるからこそ表現したい、はい、うん、自分のセールスポイントを改めて教えてくださいよ。そうですね、やっぱり自分はまっすぐがやっぱり一番、はい、自信ある球ですし、うん、まあ、やっぱりその野球以外でもやっぱりファンの皆様とかと話したりとか、はい、やっぱりそういうとこも明るく接しようとは思ってます、はい、うん、自分がこう大切にしていることだったり大切にしている言葉って何かありますか？大切にしていること、うん、そうですね、やっぱりその野球やってる中でファンの皆様は大事にしたいなとは思いますね、うん、やっぱりそのファンの皆様が応援してくれるから自分たちもそうですねやる気になりますし、まあ、やっぱりそのファンまたはその子供たちはやっぱりその子供たちもそうですけど、やっぱり子供たちはそのこれからのこともあるんで、やっぱりその自分はまあ一応独立リーグでやってきたこととかをやっぱり子供たちに伝えて、その子供たちがまだ NPB を目指してくれればいいなと思ってます。いいなぁ、自分がこの群馬の野球の次世代にちゃんと見せてそれをつないでいく、はい、そういうふうに思えるようなきっかけは何かあったんですか？そうですね、まあ、思えるきっかけというか、やっぱりその野球やるからにはやっぱり、まあ、できるだけ長く続けてほしいとは思いますし、うん、はい、やっぱりその高校野球で終わっちゃう人っていうのもいると思うんですけど、やっぱりその大学またプロ、まあ、せっかくなら目指してほしいし、そのなんとなく野球やってるんではなくて、その目標があればやっぱりそこに突き進んでやれると思うので、やっぱりその目標っていうとこを作ってほしいと思って、はい、
その考え始めたのがきっかけです、ね、はい、自身も高卒からこう、はい、独立リーグに入ってっていうところでしたけれども、はいはい、やっぱそういうのって先輩から教えられた部分ってありますか？いや、逆に自分自身がその高校時代にまだその NPB を目指すっていう考えがなかったんですよね。そんなにその野球がずば抜けてうまいってわけでもなかったんで、やっぱり高校3年生になってから自分はその球が伸びてきたりとか、そこでやっぱり目指すきっかけになったので、それじゃあやっぱ遅いんだなって自分でも思ったんで、だからこそ今のその少年野球からやってる子たちに伝えていきたいなと、はい、思いました。可能性はいくらでも広がっていく、はい、夢を持てば目標を持てばっていうところ。ペガサスロッカールームの完全版は公式 YouTube チャンネルペガサスチャンネルでご覧ください。一つじゃないんや。ん？イクリューって一つじゃないよね。洗濯機見に行くんじゃないの？キッチンも新しくしたいって言ってたやろ。それに犬も飼えたらなって。うん、言った。理由は一つじゃない。なんかカッコつけてない？暮らしを幸せにする全部新しい山田。それからさ、全てが新しいニューベゼル。オープンカーのような爽快感、次世代2モーターハイブリッドシステム、大容量で自在なラゲッジスペース、アーバンスタイル登場。ベゼルはホンダカーズ群馬へ。 YouTube ペガサスチャンネルで公開している DJ ケチャップと素敵な仲間たち。この番組の魅力は何と言っても人。群馬県内で活躍するビジネスリーダー、オピニオンリーダーが毎回ゲストで登場します。事業のこと、自分自身のこと、地域を見据える情熱などなど、惜しげもなく思いを聞かせてくれるヒューマントークプログラム。スポーツ MC の DJ ケチャップさんが進行役です。歯に衣着せぬ物言いでズバリとインタビュー。笑いあり感動ありの DJ ケチャップと素敵な仲間たち。群馬から世界へ配信。それぞれの人柄が垣間見られるトーク番組となっています。申し遅れました、私アシスタントのフリーアナウンサー久林澄子です。 DJ ケチャップと素敵な仲間たち、 YouTube でお会いしましょう。今週もいかがだったでしょうか。来週は開幕戦の様子をたっぷりとお届けします。さて、次回ホームゲームは4月17日日曜日、伊勢崎市民球場にて午後1時よりホンダカーズ群馬スペシャルマッチ、福島レッドホープスとの一戦です。この試合は YouTube での配信はありませんので、ぜひ球場に足を運んで選手への応援をお願いします。それでは来週もまた見てね。この番組はヤマダ電機、ホンダカーズ群馬の提供でお送りしました。